岸田修です。なんです。マサイです。もっとき家ですよ、ここは。そうなんです。今日は家にまつわることをやりたい。おー、なんだ。この企画、ちょっと特別な企画なんですけど、前になんとなく推定このぐらいだなって家の価値を僕が計算したことがあったんですよ。家の中にあるフィギュアでどのくらいいってるのかなみたいな。実はむちゃくちゃ家買えるぐらいあるんじゃねえかみたいな。家の中に家があるんじゃねえみたいなことですよね。そう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 、価値を調べてえなっていう思いはすごくあって、はい、なんせ僕趣味がめちゃくちゃ多いんですよ。そうだね、はい、そして収集癖があるからね。収集癖えぐいと思うね、うん、これだけは言う、全 YouTuber に勝ってると思う。そう、いや俺ね、収集癖絶対負けないと思う。確かに鬼のオタクなんですよ、うん、なんでそうなったかっていう話とかもね、今日はなんか話せるらしいんで。家にあるもの、僕の趣味で言ったらフィギュア、レコード、昔はブランド品、靴、絵、アートだよね、うん、などなど査定してもらいたいな。すごい。シルクの家のものをかき集めて鑑定士さんに査定してもらったら一体いくらになるのでございます。気になる。なるの。あまりにも僕の家物が多すぎるんだね、うん、全部見てもらうのは不可能です。なのでこれはどうなんだろうって気になったやつをこう見せていく。それで目標があります。1000万円いきたい。そんなに1000万。そのくらいは俺いってんじゃねえかなと思う。価値がついてきたからみたいな。ああ、そうそう、俺が買った時よりプレネってやつだよね、うん、はいはい、がついてるんじゃねえかという予想。なるほど、なるほど。まあ、この間一番高い時計売っちゃったもんね。あれあったらもう1000万ドルじゃないもんね。あれはさ、高いのみんな分かってるじゃん。確かに。購入してる現場を動画でやってるし。けどやってないやつの方が俺気になってきて、完全にオフな俺がかき集めたものが一体どのくらいの価値になってるのか。確かに。今後 YouTuber さんもしかしたら家に来る可能性あるから、はい、お前らが触ろうとしたものはこのぐらいの価値があるっていうのをこの動画で知らしめよう。ちょっと怖い。怖い。昔あったからね、僕の家のものなんか盗みましょうみたいな企画あったんだけど、お前らが盗もうとしたもの結構えげつねえよっていうのをこの動画で知らしめることができる。そう、ということでね、今回は査定してもらいます。はい、あれは5周年記念でアンバサダーをね、僕らやらせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナス D 大冒険 TV とコラボしたりしてます、うん、はい、たね、いろいろなね、クリエイターと一緒にまあアベマを盛り上げていけたらな、いいなと思ってます。はい、はい、かまいたちさんが今回 MC をされているゼニーたち、うん、ゼニーたち、はい、とのコラボの動画です。これお金にまつわる企画なんです。ライフイズマネーね。そうです、うん、フィッシャーズって今までなかったじゃん、あんまり。確かに。ちょっと貧乏っぽい格好して申し訳ないけどね。鬼しわしわよ。まあ本当にそのぐらいね、ちょっとお金の話とかあんましないんで。しない。2022年の動画なんですけど、わお、2022年ちょっとそういう話もちょこちょこするかもしれない。確かに。なんかこれが逆にスタートラインになるかもしれない。いいね。なるほど。見せたいもの結構あるんだよ。革靴でちょっとめっちゃ見てもらいたいのがあるんだけど、俺が買った時は10万ぐらいでしたもん。おお、買って履いて友達とご飯に行った時あったの。その後ちょっと軽くお酒飲んで、おろした当日に靴にゲロ吐かれて、うわ、ゲロジミがまだ残ってるから。ねえ、なんで残らないだろう。それをちょっと査定してもらいたい。いや、ゲロってそんな価値ないんだっていうのみんな分かるわ。俺は知りたい。話せることめちゃくちゃ多いんで、うん、ちょっとね、それも含めて今日の動画楽しんでいただけたらなと思います。お願いします。それではじゃあ本編入りましょう。はいはい、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。担当の方々です。ジャンルが幅が広いから、はいはい、ちょっと一人じゃ難しいんではないかということになり、うん、フィギュアやレコードを担当させていただきます、トイマニアの大家と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。洋服とスニーカーを今回担当させてもらいます、ブリングで書いてられるのゆうきと申します。よろしくお願いします。お願いします。バッグ、時計、宝石、金属、グランドリーバリューというところで働かせてもらってます、佐藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。パッと見た感じ、うん、高そうなものありますか？ブルーアイズの。あー、はいはいはい、見てもらいましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますますなんか高そうなもの持ってくるか、俺ここに。いや、まずここよ。この辺な。そうだよね。うん。俺ら世代がたまんないよね。1999年に配られたカードでね、めちゃくちゃ遊戯王僕やってたので、プレイもしてたんで、もうこれは絶対高いの分かってる、うん、番組のために買ったリュック、使用回数ゼロです。これ大学生の時に買ったベルルッティのバッグですね。はい、本当に褒めたい。よくお前バイトだけで頑張ったなっていう、そういう話もちょっと今日話します、ね、うん、それで言うとなんだけど、大学の時に買ったシリーズ結構多いんだよね。鏡ラノ、これもう大学の時だな。スニーカーを来てくるか、うん、これね、買った時に店員さんがフランクに喋りかけれそうな人だったから喋ったの、うん、その人、ニトリのボイトレの先生。えだから、ああ、ニト
トンのやつとイージーブーストの多分最初のやつ、あとスラダンのやつ、どんどん出てくるじゃん。スペースジャム、ポジットのこの青はね、一時期履いてましたね、結構。俺も同じ黄色買ったわ。そうだよね、そうそうそう、 YouTube ファンフェスで履いた履いた履いた、うん、これラルフローレンですよね。これもだから使用回数1回とかで、ね、1、うん、あ、嘘、2、2、うん、なぜなら大学の卒業式は俺あの格好で行ったからね。うわー周りからなんでそれってなった。歌舞伎ものだよね。歌舞伎もの性質ある、やっぱりね、うん、これもね、ラルフです。確かに、クマちゃんベルルッティの革靴、バイトの時ハイセックスです。ああ、いいね、はい、扉を扱うちょっとやってたんですよ。おお、人の出入りがあったの。人の出入りが、その扉むちゃくちゃ重いんですよ。踏ん張った跡があるっていう。あ、ほんとだ。ここね、扉を止めるので踏ん張った。これだよ、この靴なんですよ。いや、俺めっちゃこれ履いてたんだけど、好きで。ラルフローレンの革靴なんだけど、これですよ。10万して買って、うん、次の日、あ、ほんとだ。うわー、ゲロ吐かれます。すげえ、うわ、すげえ、この模様がほら、つかなそうな模様がついてるわね。あの、女の子がゲロ吐いたんですよ。あー、もう攻めづらいやつだ。砂吐いた。こんな砂ペチョン砂だ。ここに砂つよ。おい言えんやん、下げんなよと思いながら、砂でっけえ。まあ今では笑い話の靴ですね。思い出深い服とかを持ってこようか。ほぼ全部ラルフローレンなんですよ。うん、ちょっとここを見てもらおうね。第一陣お願いします。お願いします。学生時代お金で苦労したことある？お金で苦労したことしかなかったよ。ある時からお小遣いっていう制度がなくなるわけよね。うん、さてどうしようみたいな。バイトした気持ちあったのね。バイトした気持ちあった。うん、やっぱ親からも一回働くのが大事だよみたいな。で、自分でお金を稼ぐってことやってみなみたいな。どうやってやったらちゃんと対価が得られるかっていうのを親に知っとく必要はあるよって言われて、うん、バイトをやりました。一番最初にやったバイトが引っ越しなんですよ、僕。当時めちゃめちゃ筋トレしてて、パワーも使いたいから引っ越しをやったんだけど、うん、高いんで、確かに給料は、うん、高いんだけど、すっげえ疲れんのよ。えぐいよ。現場3軒とか回る時とかあるんだけど、むちゃくちゃ疲れんの。最初に結構俺張り切るタイプだから、あ、重いもの全部持てますよみたいな。洗濯機とか冷蔵庫一人で持つのよ。それをやってたら、じゃあお前一人で行けって言われるようになって、全部俺一人で持つようになって、別に張り切らなくてもさ、一応その給料はもらえるわけじゃん、バイトだから。その時に体力の温存の方法とかさ、なんか働き方みたいな、いろいろ考えたりして、だそのぐらいいろいろやって、お金を、まあ同年代のやつよりかは多分持ってたと思う。掛け持ちしてた。掛け持ちしてた。コンビニなんかは入りたくても入れないんだよ、だこの人いるからみたいな。で、引っ越しもぶっちゃけ毎日入ろうとしたら体壊れる。で、引っ越しやってまだ体力あるなっつったらコンビニ行って、うん、で、コンビニ終わって次の日どうしようかなみたいな、派遣でちょっとあの体力使わなそうなやつなんかあるかなみたいな調べて、あら、そういうことかっていうのやってて。買って後悔したものある？買って後悔したものね、うん、お金での失敗談としてはやっぱ学生の頃多くて、要は服買いたいってなるじゃん。靴買いすぎて、あのパンツなし、ジャケットなしっていう靴だけいいやつ。もうやばいじゃん、それ。やばい。ポジットから、それこそこれをね、確か給料でなんか買った時にここ滑るんだよ、すげえ。で、これで、ね、自転車乗ってやろうって、ペダル超滑んだよ。この土踏まずのとこ行った瞬間、ドリューンって、めっちゃ回るやつ。めっちゃ回るのウエスタがもうクソダサファッションだった。査定が終わりました。はい、安めのところから行ってもらったほうがいいです。一応まず洋服、はい、こちらのもので、全部で大体おそらく5万円ぐらいを。ほう、うん、はい、はい、一番高いものは、こちらのジョーダンで、やっぱそうなんだね。なるんですけども、20万円ぐらい。20万。おお、嬉しい。やってくるかなと。種類この辺全部集めて大体65万円ぐらい。うわー、マジか。僕ゲロかかってるんですよ。まあこのぐらいであれば、正直そこまでっていう。そこまで、はい、3万円ぐらい。ほう、へー、ゲロかけて7万円下がったからな。覚えとけお前。これ見たやつは多分、あ、私だと思ってた。上見るのに関しては7万円ぐらいになってしまうから。あー、でもでも、あー、でもでも、ね、思いのほか良かった。1本どんぐらいだったっけな、20万ぐらい。20万ですね。で、これもあのバイトめちゃくちゃ頑張って買ったってやつだね。うん、で、あとはバッグですね。18万円。あー、でもこれもめっちゃ嬉しい。当時いくらしたんだろう。30? そうですね、ちょい。これもバイト時代に買ってる。おー、頑張ってんな。めっちゃ頑張ったでしょ。
って言ってるやん頑張ったんだってマジで。普通の学生たどり着けこれは。いや普通の学生30何万のバカ買わなくない？買わん買わん。すごいことしてるね。あった引っ越しと回転扉回してね。こちらまで22万。おーすごい。ここだけで100万超えたじゃん。100万超えてる。いいよ。おお。ここ1年くらいで遊戯王カードの希少価値もものすごく上がってきているので、ブラックマジシャン、こちらが5万円。きゃー、うわーい。値段ブルーアイズ、はい、ウルトラレア、はい、こちらが20万円が現在の市場価値となっております。やばこれ20ですか？20です。マジ1枚でこれ買った時8万ぐらいだと思う。こちら、はい、レッドアイズの方が26万です。高いよ。バルティレットウェアから言っていいですか？はい、122万マジで男の遊戯王の夢、シクブルは、はい、140万近いのではないかな。状況によっては200万超える可能性もある。総額450万円近く。うわ鼻水。今合計がですね、561万円です。結構いったの。うん、あと 44%。 じゃあもうカーズの絵持ってきます。おぉ、はい、それはうわ、いやもうやばいよって顔してるね。サイン入ってるし。買った時ね、500万です。50枚中の10枚目かな。裏に書いてあるこの女性があのケイトモス、大物女優なんですね。ケイトモスの上にカーズが書いてある、シュプリームとチャッキーのコラボのやつです。可愛いのよこれ。もうスチョンと中に人いんのこれ。このスペースガイっていうメジャーではないよ。カウズ全部持ってるだろ。カウズそうだね、カウズ一回持ってくか。うん、で、あとこれシュプリームのクマ。にゃー、クビムーンです。出たー。クビムーンは高いよ。それ高そう。これ一応ちょっとこれ出しとくね、査定。査定出しとく。うん、出しとく。たびたび動画でも言ってる、あの本人のサインのあれです。ワンピースのエネルのフィギュア。雷。あいつ、あいつだ、そうだ、あいつ、パンクドランカーっていうところのフィギュアですね。あの村上隆さんの、まあ、ジャケットのレコード、これもカウズだね。バックストリートボーイ。個性に残せ、それぞれ残せ。トゥーバックさん、あの俺ヒップホップ結構好きだね。まあ、ビーボイズね。まあそうだね。五等分の花嫁、ゼロ感です。特典でついてくるやつなんですけど、イラストを見ればわかるんだけど、まだキャラクターの設定がカッチリしてないというか、イラストが今と違う。2万とか5万とか多分今しちゃうと思う。まあでもこんな感じかな、一旦。シルクが、そうやって一人でお出かけするときって、いくらぐらい持ってると安心なの？確かに。300万ぐらい。うわっ！マジで、その時買わなかったら無くなるんだよ。そうだよな。だから、プラーってやったときに、あ、シクブルあるって言って、バーって300万とかになったときに、ポンと入るように持ってる。やば公開を気をつけて。そうだね。それをどうにかしようと思ったやつは、もうカチカチカチ。何？いつも違う場所にお金は隠してるんだけど、今日はここ。やばすぎる。まあ、2個ある。お金の復讐劇の昔お金なかったから集められなかったものを今大人になって集めてるみたいな感じです。判定第2軍が終わりました。うわ、こちらが、50万円。おお。50。スティーブ・ジョブズの記事が入ってます。128,000円。高っ。村上さんのパッケージということでもうやはりすごい希少価値が上がっているってやつです。で、この五等分の花嫁ゼロ感、はい、こちらが2万円。パケ18万円。嘘。一時期これ気に入りすぎてずっとこうやって思ってた。4万円ね。おお。こちらが30万。これ30万だって。抱っこしてるやつ1対10万なんですね。はい。あ、それあ、こちらも値段出なかったんですけれども、僕1000円で買います。1000円まあこちらのもので、5万円ほどの。おお。30万円で。75万円。あ、今75か。まあ、70。お、30万ぐらい。まあ、やばい。くれくれ。10万円ずつ。はい。これで20万円。20万円。8万円前後は見てもらってもいいんじゃないかなっていう。そしてこれ気になるよね、こちらの方が。となっております。はい。あー、一番嫌だよ。ちょっと待って、知り合いの場合のものというだけで天井を吸ることが本当に多いですね。鉛筆でちゃんと書いてくれてるんです。2000。すごい。やばい。あるよ。鑑定さんから拍手出るときあるんだ。ファンディングオベーション。トータルだと思うけど2000いってます。余裕じゃん。
あの、今度そのオークション僕も一緒に連れてくる。俺もそのオークションちょっと今度連れてって頼むわ。金に目がくらんである。震えてんだよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。人にこれを見せようって言うんじゃなくて、マジで自分が好きなものを集めて結果こうなった。何それってものがさ、18枚するんですよ。とんでもない。こういうところがね、大好きなんだよ。なるほどね。まあ、今回、コラボしたゼニーたちはですね、毎週月曜夜11時からアベマで放送中でございます。はい、毎回ゲストの人から、まあ、ゼニーにまつわるたくさんのことがね、学べる番組になっております。なるほど。はい、皆さんもぜひ見てみてください。勉強になりますよ。はい、アベマ急上昇プロジェクトとしてコラボしているので、ぜひ皆さん見てくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。いろんな方がやってるので ね、はい、まあ、詳しくはあの概要欄からね、見てみてください。お願いします。はい、結果としては2000万オーバーしました。いやー、すげー。気合って最近ちょっと敬遠されがちだけど、まあ悪くないかも。気合がないと効率は求められないと思ってる。おー、気合だね。効率を先に求めるんじゃない、気合から入らない。まず皆さん気合です。バイト頑張って。今日めちゃくちゃ飲むだろうな。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter インスタグラムやってます。